ピースわかんない現在無敗のディープキック王者がライズ2戦目のリングうーこれが見えてない思っちゃいますね。いや強烈なボキックから足を上げていくか。さすがちょっとジョブ力入りすぎよ。金子からダウンを奪っていきました。その破壊力は証明されています。長谷川アウト。ホールディング黒田に腹が来ました。これは結構効いてるな。これだー腹が行くのだ。さすが気分ははいスライダーゾーン前ダメだでもだいぶファンの選手プレッシャーかけていってますね。やっぱ2ラウンド目とは全然違いますね。違います。マッチじゃない自分から言っているような感じですけど、はい、キックボクサーは長ないぜ。まあまあ勝てよしですね。もうまだまだね、やっぱりベルトマウントにはもっと必要なことがたくさんあると思うんで、まだ一個ずつ紹介していてもらえたらいいなと思います。ベルトって言えばやっぱそんな簡単に負けるもんじゃないって改めて分かったんで、まあ、ベルトを巻くにはまだ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 やと思うんで本当に、まあ、今日は喜ぶんですけど、はい、明日からまた切り替えていきます。はい、まあ今日はバチバチに攻めて勝ちたいと思います。いつもそういうもう3分3ラウンド地獄見せだろうかなと。現ライズフェザー級王者のモンブチにも勝利しているというファイト。西の若き先輩がこのチャンピオンの運命を今日は勝利しているんでしょうか。左もある。左めっちゃ左前取ってるんですか。左がドローになってる。集めてもうこれで1位倒したんでチャンピオンに挑戦させてください。もぐちくんお願いします。伊藤代表ご検討お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。課題として KO で勝ちたいんですけど、まあ、今日も結構ストレート効いてたと思うんですけど、あとは倒しきれないところと、そこは課題ですね。まあ、もっとできます。はい、もっと出せるように頑張ります。やっぱどっかで前回の負け落ちをビビってるっていうか、引きずってるっていうか、チャンピオンになってジムを辞めて2連敗して、まあ重く受け止めないとあかんなと思います。それそれそれいい。ゴーゴー。今日の動き見る感じでは悪くないんじゃないかな。松本さんも一言言う。肩口意味ないですよ。どっちかが勝って負けるって世界なんです。盛り上げて負けるそんなじゃ意味ないです。勝たないと。今年中には挑戦したいですね。だから落とせないです。
違うんですよね。あ、そうですか。なので、まあ、やっぱそういうとこ鍛えてるんじゃないかなと思ったりも。おい、タイムストップ入ってしまった。でもその前のね、ボディかな。うわ、パスロングです。おー、ボディ、そしてパンツを追っていく。あれでちょっとなんか寺山選手にブレができてるような気がするんですけど。それいい。3回目、やばい、言っているよ。試合終了。お疲れ。あ、そうです、お疲れ様です。この経験は楽しみです。また万歳の経験。はい、またお願いします。お願いします。悔しい、もやもやします。いけるなって思った時に終わっちゃったって、なんか